天がスカは、三重県四日市市北部の富津原地区の三地区の一つ。江戸時代に、友明軍所属の富田六号の天がスカ村であった、反応反行の存落だった地域で、三重郡富津原町時代は大和、大浅天がスカ地区だった。四日市市の住所制度の名称では天河スカ地区で、ある。山口聖市のゆかりの地でもある。 戦士産業と呼ばれる荒れ菓子のお越しの原料を飴で固めたものが地場産業として盛んである。江戸時代の天が須賀の土地の名称は須賀の土地であったことから須賀村と呼ばれていた。桑名藩領であった天が須賀地区は富田六号の一つの村落であった。天が須賀地区は東戸田村の枝里であり、漁業、海鮮業が盛んであった。天が須賀は 漁船と五十周船が多くて、天河、須賀村には四十四艘の船があり、漁業や海鮮業が盛んであった。江戸時代の天河、須賀村は、領土が多い漁村であり、富田一色村と共に小指を捕獲して、干物にして販売していた村であった。四日市市、大谷地,地区の牧田町の長明寺の過去町には、天南年間に天、天が須賀の村民の人名が登場して、 天が須賀は、江戸時代の初め頃から人が住み始め集落ができたと、する古文書の記述がある。人家が急増して、江戸時代の中頃には、船仲間が大阪から、住吉大名人をもらい受け、村の伝統である弁天さんに合わせて祀った。村内の地名として、江戸の町名を真似て、江戸町と命名して、それ以外では、岩戸町や時は町と命名した。 言い伝えとして、400年ほど前に、西戸田村から天が、須賀村へ移り住んだ一族があったと言われている。天が、須賀地区の旧家である、武士身分の天野氏の家系図によると、江戸時代の初めの1651年に、大谷地区から移り住んだとも記されている。江戸時代には、 鉄砲医者と呼ばれて田代随意がいて、昔話として、四日市市立富洲原小学校付近の茶の、水川河口の富田一式地区の神戸米町に、あったのが天河池であり、天が須賀村の島と駒の二人の若い女性を池に家にした、郷土市の昔話がある。明治時代、近代化教育の先駆けとして、天が須賀学校の前身となる、寺子屋が、そろばん屋があった。 本町の敷地に野村義井によって開かれた。息子の野村責任によって野村委員が開設されて天が須賀の地域医療に貢献した。1878年天が須賀の南部に天が須賀大河があった。1889年天が須賀村から、友明郡富水原村大技天が須賀になる。明治時代後期からは、 水産化工業とハマグリの採取が盛んになる。大正時代に平田佐次郎が創業した平田宝石によって漁網生産が始まり生網業の町となる。平田助則によって宝石工場が併設、巨大工場が設置された。あられなどの菓子原料になる線粉の生産など地場産業が発展した。酒造りが行われて、天一、商品。 舞姫などの商標の酒が製造された。水産物の生産や加工業も盛んで、岩酒の加工の生産が多かった。1923年、富須原村に調整が実施され、友脇郡富須原町大技店がスカとなり、スカウロミ水浴場が名古屋市方面や三重県内で有名となり、1929年の伊勢電鉄の開通で、 富須原駅が開業して天が須賀地区への観光客も増加した。しかし名士国道の開通に伴い、須賀浦海岸は埋め立てられ、国道23号線に沿って長い堤防が築かれた。天下須賀の須賀に表される、引き潮の時に現れる海辺の巣は見られなくなった。戦後には、宗村多福神によって、暁月学園が設立された。 平田宝石の跡地には、トミス園団地など住宅地が造成された。平田宝石のトミス原漁業務工場、四日市宝石工場と暁学園は、本庁自治会の一部であったが、現在は、新興住宅団地として、不動産開発がされて、トミス園自治会、GS トミス原自治会、LM トミス原マンション自治会が新設された。 伊勢湾台風や伊勢湾沿いの地盤沈下のため、傍聴堤が築かれた。海岸沿いの天が須賀の様子が変化し、埋め立て地に天が須賀新町工業団地が造成された。五十周船は二十四層であった。漁船は十二層であった。瀬戸り船は八層であった。英寿丸松吉丸県、吉丸清松丸、栄福丸勢。 吉丸勝造丸天皇家を築名天が、須賀の由来とする、節天女が、須賀の地形の村にいて、この土地の村落で天女が舞いをしたことを築名の、由来とする節田代家、田代随意の子孫である、天野屋旧家である、武士階級。早川や川越町の豊田村から移住した、高橋や元々天が、須賀の村民だった。渡辺や、 富田一式村から移住した。伊藤屋、富田一式村から移住した。平田屋平田宝石の一族で、富田一式村から移住した。派平門縁香る坂七左衛門正明。坂太郎左衛門法政。早川一左衛門。水谷二兵守水谷誠平守隣の三重郡川越町の高松地区とは、明治時代に、天が 塚村北町と島崎町の電磁をめぐっての土地争いがあり、高松村民を小作人として使用した際に、電磁の変換問題と農業用水の所有問題があり、伊勢電鉄川越駅が廃止された川越町の豊田地区とも川越と須原駅となった駅名解消問題があり、豊田地区の出身者が、戦後の1945年に、 川越町に移転した富須原駅を1983年から川越町駅に改称するように川越町議会に求めた名称問題があった。平田宝石の創業者である初代平田佐治郎の力で生盲関係や漁業などの経済関係が強かった富田一式村と町村合併をして三重郡富須原村となった。富津原の名の由来は 富田一式から不甘根が須賀から、主、須松原から、原富主原イコール原から富す原イコール、富須原である。天が、須賀地区と大式地区松原地区とする場合がある。富田一式地区天が、須賀地区松原地区の順番であった。富須原地区は、富田一式地区は巡漁村。天下須賀地区は、半農半漁。松原村は順農村であった。 富田一式地区は漁村であり、同じ漁村である東と田村の富田浜地域とは、兄弟関係であり、富田はじめ職は、富田六号の富田から独立した文家や、支店であったので、富田地区との間で、兄弟喧嘩や、友好関係や親子関係がある。富田はじめ色を起点とする、八風街道が開通したこと、富田一式から、東。 戸田間の塩役運河が整備されたこと、伊勢湾から日本各地に区海運業が発達したこと、水産業の発達で、江戸時代から明治時代の期間内に富田はじめ色の人口が急増して、富田はじめ色は富須原村を形成して天賀、須賀山津原を指導する立場となった。富田から独立するために富須原地区の3地区中の割合で人口の過半数がいる。 富津原地区の政治と経済の中心地区であった富田一色地区がおまけとして天が須賀村と松原村を九州合併した。天が須賀地区は江戸時代から反応半業の村で富田一色地区とは平田佐治郎が創業した平田籠石や繊維産業や水産業など塩役運河の加工の富津原高添の位置で経済関係が強い。 川越町の高松村、豊田村とは、農地や農業用水をめぐる争いから天河、須賀村は、富田一色村の政治的な支援が必要であったので、川越村ではなくて、富田はじめ職との松村合併を選択した。松原地区は、奈良時代の聖武天皇社由来の旧家の田村家など、富水原地区では、最古の村であり、富田はじめ職と天河、須賀は、 古代期から中世期の時代の古文書の記述では、伊勢湾の海岸のハマスであり、村落が形成されていなかったが、富田一式村と店が塚村は、明治時代の初期に学校が創設されるまで発達して、松原地区には独自の学校がなくて、明治時代までは人口が少ない農地が広がる農村であった。富田一式から松原地区へ流入した。 富田はじめ色の文家など、富田一式系の移住者の急増と、富津原町や平町の都市化の進行で東洋町、西本町、緑町、宮町、平町が創設されて、新規住民が流入して人口が急増して、日本近代史のみでは、富津原で一番新しい歴史がない地区である。富田一式から移住した文家が多くて、 近鉄都大駅を利用する、富田文化圏は、富田一式、松原連合であり、川越富津原駅を利用する天賀須賀地区は、天賀須賀独立圏であり、天賀須賀だけ、仲間外れの独立した村であった。富田一式出身の伊藤平次郎が、松原地区に、東洋宝石を誘致して、富田一式本町の平武が天賀須賀本町に、 平田宝石を建設して天が須賀と松原は繊維産業が発達した共通点と松原地区には東洋町商店街と西本町商店街があり天が須賀地区は住吉町風俗街と富田一式出身者が川越町と洋太地区に天神町商店街を開発した共通点がある天が須賀は 経済関係が強い都大一式地区の指導は受けるが、松原地区の天が須賀スカに対する指導は嫌がり、戦後に、富田一式地区の人口が減少して、富田はじめ色が少数となり、松原地区と天が須賀スカのみのアンバランスとなった。富水原は、松原地区と天が須賀スカ地区はあくまでも間接的な友好関係であり、富水原地区のまとまりが悪くなった。また、富水原地区は、 四日市市西部への移住者が多くて、四日市岡田家の富澄原へのスーパー進出や、政治的な問題や四日市全速の郊外問題など経済問題で、四日市市南部の塩浜地区、中部地区、日長地区などとも対立関係である。近隣商業地域商業地域工業地域と、工業地域の跡地住宅地域、 第2種特別工業地区純工業地域産業と呼ばれる荒れ菓子の工場が多数立地する。住吉町自治会、港町自治会、南町自治会、本町自治会、寺町自治会、中町自治会、江戸町自治会、岩戸町自治会、時和町自治会、北町自治会、島崎町自治会店か、賀北町一区自治会店か、賀北町二区自治会店か、賀北町三区自治会店。 スカイワト町自治会展かスカエド町自治会展かスカナカ町自治会展かスカ島崎町自治会も加盟している LM トミスハラマンション自治会が加盟している天下スカテラ町自治会展かスカトキワ町自治会展かスカ本町自治会展かスカ南町自治会展かスカ港町自治会福島園自治会が加盟している GS トミスハラ自治会が加盟している 住吉町の2011年の四日市市が集計した人口統計では世帯数が169件、総数が405人、男性が204人、女性が201人である。天が須賀には、全太や野六などの人名が付けられた、小字名の地名がある。全太神殿は現在の住吉町地域で、江戸時代の天が。 塚野の昭の坂太郎左衛門と前兵の二人が吉原を神殿として開発した土地である。江戸時代の天が塚村では太郎左衛門前兵神殿と呼称されていたが、その後近代になり、前と太子をとって前田神殿と命名された。前田神殿は明治時代になり、早川貞三郎の所有地となった。 1926年から1928年にかけて富田一式港の改修工事が行われてそれまで都大一式港は運河の形状が曲折して船舶の入港が不便であったことと年々推進が浅くなっていくことで地元では富田一式港の大改修が要望された地元負担の事業として工事は運河の幅を一定にして 左右の岩壁を直線にするため、天がスカオアザゼン、ふとの池を浚渫してその土砂で、富田一式地区の北縁部を埋め立てた。富田はじめ色の北縁部が拡張されて新しく富田一式朝日町が造成された。同時に、天がスカオアザゼン、ふとのボラ池は、運河となり、運河が、それまでの位置から、さらに北に移動して、運河の改修で、 善他神殿の南側の細長いボライ家はなくなり、堤防に囲まれた善他神殿を埋め立てた。昭和初期に、内田忠明を代表とする、友明土地組合が、土地の地主である、早川貞三郎から買収して、朝、秋川と、スカウロミ水浴場の土砂を、トロッコで運搬して埋め立てて、現在の天が、スカスミオ市町自治会の土地を造成した。 富田一色地区の芸者の置屋、料理屋、遊郭は、富津原の人口が密集する住宅地にあったが、風紀上男女が売春をする施設が、工場領域に反すると問題となり、三重郡富津原町の発展のために、富田一色地区、松原地区東洋町商店街、川越村の天神町商店街に分布していた、風俗営業を、富津原の住宅地から外れた、 住吉町一箇所に風俗施設を集結した。戦後の富田警察署長がまとめ、1928年頃、埋め立てが完了して、最初に入店した十数件の開業と同時に、花火を打ち上げて、住吉新地の誕生を盛大に祝った。1929年から1931年の期間の埋め立て工事により誕生したのが、住吉町で、 富須原港の運河に三方を囲まれた、得意な地形となっている。江戸時代後期に、友明あき軍とだ六号の天河、須賀村の村民、農民と漁民の人々が天が須賀南部の港町、南町、本町の天が須賀第一組周辺を開拓してできた、太郎左衛門前帝の神殿があった地域が、住吉町である。住吉町の村高は四十七国八と四章四号。 あまりであった。住吉町は1928年江戸時代からあった、全田神殿を三十軍富須原町が埋め立ててできた町であり、天が須賀地区の新町として設定されたのは1929年である。住吉町の地名は、天が須賀地区の宇子大社の天が須賀住吉神社が由来である。 町の政治家であった伊藤平次郎や及川平三郎などによって、富薄原港の改修工事が行われた。入江脇の水田を埋め立てて遊興街を作った。1930年頃から交渉制度によって売春街風俗街歓楽街花町として賑わい、沖屋が20軒ほど開業していたが、1958年交渉制度の廃止で、 花町が廃業の後、歓声な住宅地となった。平田光一衆議院議員の邸宅がある。天が、スカ一丁目の2011年の四日市市が集計した人口統計では、世帯数が196件、総数が444人、男性が234人、女性が210人である。四日市市の住所制度で、港町自治会。 南町自治会、本町自治会の南側にあたる。国道23号線沿いの天河、須賀新町と境界でココスカウロミ水浴場だった区域は天が須賀海浜緑地となっている。天が須賀2丁目の2011年の四日市市が集計した人口統計では世帯数が469件。総数が1121人。 男性が554人、女性が567人である。本町自治会の北側、寺町自治会、中町自治会、江戸町自治会、岩戸町自治会、時和町自治会、町治会北町自治会の南側、島崎町自治会の東部にあたる。小沢博秀が執筆した、郷土志向では、岩戸町は、天賀、須賀地区の旧家である天野市のルーツの、 三河国中山省岩戸に由来する町である。天野市が住む須賀の天野が、須賀がなまって天が須賀の地名が発生して、天野市の屋敷町と懐かしい故郷を偲んで、岩戸町と命名した。古事記や日本初期の天の岩戸の神話に登場する、天野岩戸が由来とする説もある。時和町は、旧家の天野氏の出身地が、江戸時代の初期に、日立国に最地を賜り、 関東に移住して、その分家が、伊勢国と明秋戸田六号の天が、須賀村の縁者を頼って、祖先のルーツの関東の日立国の岩木が由来で、時和町と命名された。国道23号線沿いの天が、須賀新町と境界でこコこコカウロミ水浴場だった、区域は、天が、須賀海浜緑地となっている。近くには、天が、 須賀公園もあり災害時の避難場所に指定されている。天が須賀三丁目の2011年の四日市市が集計した人口統計では世帯数が112件、総数が252人、男性が132人、女性が120人である。北町自治会の住吉神社付近の北東部にあたる。 昔町内の大部分を占めていた田んぼなどの農地がわずかに残っている。天が、すかし定めの2011年の四日市市が集計した人口統計では世帯数が239件、総数が606人、男性が315人、女性が291人である。北町の北西部と島崎町北部にあたる。 昔町内の大部分を占めていた田んぼなどの農地がわずかに残っている。天が、スカ5町目の2011年の四日市市が集計した人口統計では世帯数が578件、総数が1678人、男性が824人、女性が854人である。四日市市立富津原中学校付近の島崎町。 自治会の南部と赤月学園の跡地で、寺町自治会の一部なった、住宅団地と、平田盲石の四日市漁網工場と四日市、盲石工場があった、住吉町付近の平田盲石第二工場と、地産マンションが計画された、平田盲石本社工場の跡地にあたる。赤月学園赤月幼稚園の敷地がある。隣接する赤月小学校、赤月中学校、 高等学校、赤月丹大の跡地は、寺町自治会の一部で、住宅団地となり、地産グループによって天賀、天ス須賀本町自治会の一部区域は、平坊マンションやパン店のモンターや個人が土地を貸していた、四日市北警察署とミスハラ交番が立地していた。平田棒石と赤月学園は天賀、天ス須賀本町の一部であり、平田家の所有地であった。天が スカ二丁目との境界にあたる区域は、天がスカ本町の運河から、暁学園と富須原中学校付近まで泳げる運河となっていたが、埋め立てられて道路が拡張されて、三重県道401号区罠四日市線となった。広大な跡地の用地は、平坊によって開発がされた区域で、富須園自治会、GS 富須原自治会、 LM トミスハラマンション自治会などの自治会を組織して団地を構成している。四日市市のトミスハラ地区市民センターは四日市市の方針で、住所ではトミスハラ町であるが、天賀須賀地区のトミス園自治会の一部である。福島園団地自治会福島園団地自治会は、平田籠石の不動産開発事業のトミス園、団地構想で開発された。 宝石工場跡地の団地である。昭和50年代に段階の世代が多く住むようになった都市団地である。1970年代に天賀須賀地区の前ふとし漁網工場用地を売却して、三重県住宅供給公社によって開発造成された。昭和54年度に住宅地の引き渡しがあり、昭和55年度に富水園自治会が発足した。 入居者の区分は、天賀、須賀地区及び富田一色地区周辺の、富須原地区内からの住民が33%、四日市市内及び川越町からの住民が33%、その他30県内と、県外からの住民が34%であった。飯田クラビア印刷株式、外社飯田ゼロファンウレタン技術工業体験四日市。 営業所岩田運輸株式会社四日市営業所中部キレスト三重工場大竹隆がスカ倉庫横浜ゴム株式会社浜ゴム物流中部営業所並運輸株式会社四日市営業所中部並運輸四日市営業所中央鉄骨名4工場旧金昭和運輸四日市倉庫上杉運送株式会社上杉物流僕科学店がスカ倉庫 ありがとうございます。